さあ、それでは日本の伝統芸能猿回し古墳始めてまいりたいと思います。よいしょ、 ありがとうございます。お待たせ、お兄ちゃんめっちゃ待ってくれてたね。さあ、それでは頑張っていきましょう。立って、はい、立つ。さあ、ちょっと今回の回わがままが多いかもしれませんが、頑張っていきましょう。この雰囲気は注意事項だけ、この距離感があるんで大丈夫だと思います。ロープの中には入らないように、お猿さん近くに来ても手は出さないよう、触らないよう、よろしくお願いいたします。そして本日頑張るお猿さん、4歳の女の子です。お名前小梅ちゃんと言います。覚えてあげてください。4歳人間に直すと大体12、3歳のお猿さんで、ちょっと反抗期入ってきてます。わがまま多い時私叱るんですけど、できた時は皆さんで思いっきり褒めてあげてください。女の子は特に褒めて伸びるタイプですので、よろしくお願いいたします。はい、はい、そうです。それでは一応皆様と拍手の練習していきたいと思います。今から一芸頑張りますので、できたら思いっきり拍手してあげてください。 OK、 お兄ちゃん OK、 拍手してな。新技からいきたいと思います。今回こちら、よいしょ、竹馬いきたいと思います。あれよ、さあ、それではいきましょう。皆様足元よーく見ててください。人間 の乗り方がちょっと違います。わかりますか？あ、見えてます。こんな感じです。大丈夫です。お猿さん、足の裏が手のひらと同じ形してるので、こうやってしっかりと掴むことができるんです。さあ、ただいきましょう。竹馬ですのでね、皆様歩けたら成功です。よいしょ、あ、はい、まだよ。さあ、それではいきましょう。皆様歩けましたら拍手お願いいたします。あ、はい、あ、ありがとうございます。さあ、ご覧ください。この安定感、そしてバランス感覚、こうやって乗って歩くのに1年かかりました。めっちゃ時間かかって練習しましたんでね。コウメちゃんの自慢、1回乗ったら何があっても絶対にこけません。あなた、これが唯一のネタでございました。練習いたしました。ただ行きましょう。今日は乗って歩いてこける、これだけではございません。よいしょ、ここからでございます。参りましょう。こちら使っていきます。あ、失礼いたしました。さあ、行くよ。真剣に行きましょう。ダフェルが来ます。竹馬乗ったまま、おー、よしよし、一気に増やします。ごめん、参りましょう。3つ連続、マイペースな子ですけど、やるときはやる子。はい、1、2、3、おー、お待たせしました。ここからが新技でございます。小梅の新技、こちらです。すいません、盛り上がっていただいてもよろしいでしょうか？もう一回乗せますので、そうです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 。乗せた時にうわーとか言っていただけると、この子のやる気が変わってきます。見て
ください。全然毛袋入ってました。やる気なくしてますんでね。もう一回行きましょう。あ、コメちゃんよろしいですか。ちゃんと聞いといてよ。いいですか。さあ、それではもう一度いきます。コメちゃんの新技、こちらです。ありがとうございます。遠くの方もね、めっちゃ嬉しい。それでは頑張っていきましょう。いきます。ではしっかりと決めてまいりたいと思います。本当にね、大丈夫よ。それではもう一度いきます。止めいきよ。一発成功狙って、頑張れ。よー、ありがとうございます。決まった時は皆さんにできたよ。打球はハードルから続きました。しっかり点、はい、どうぞどうぞ。いや、しゃけい。それではお待たせいたしました。本日メインの大技に入っていこうと思います。あれね。よいしょ。この技披露させていただく前に、私からお伝えしたいことがあります。少しお時間ください。どうして孔明がここまで一生懸命頑張るかと言いますと、皆様からの応援のおかげです。ここまでのご声援、本当にありがとうございます。ありがとうございます。そして私たちはこうして見ていただいて、知っていただいている猿回し、千年の歴史があります。これからも小梅とたくさんのお客様に猿回しをお届けするためには、皆様からの応援、そしてもう一つ欠かせないものがございます。それはご理解のあるご祝儀のお力です。本日はですね、3ヶ月の自粛が明けて、こうやって皆様の前で公演できるということで、小梅と相談してカゴを準備してきました。まだよ。かなり大きいサイズ準備させていただきました。最後の技まで見て、小梅の頑張りに対する評価、偉かった、すごかった、これからも頑張れよって思っていただいたそのお気持ち、なるべく分かりやすい形に変えてご評価いただけますと、今後の励みになります。ぜひともよろしくお願いします。そして本日はこちら、お猿さん、魔が猿、役が猿、コロナが猿ということで、このようなカードをご準備させていただきました。こちらのカード、本当は皆様にお配りさせていただきたいんですけど、数に限りがありまして、高評価500円以上のお客様にお渡しさせていただいてますので、ぜひともよろしくお願いします。コウメ、こっち、こっち、気をつけ。それでは最後の技、一生懸命頑張りますので、最後までのお付き合いをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さて、それではいきます。最後の技です。発想飛び。この技は思いが込められてます。皆様の思い、願いを神様の使いであるお猿が受け取り、駆け足で届きますように。ごめん、
ありがとうございます。今度こそ絶対にできます。ごめんよ、諦めない、まだポーズまだよ、もうちょっと、いい足上げ終わりました。大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。ありがとうございました。コンビ風車までお付き合いいただきました。本当に最後までありがとうございました。ありがとうございます。さてさあ、それではカゴ前の方に置かせていただきたいと思います。どうぞコンビに対する評価、そしてお気持ちのご準備よろしくお願いいたします。よいしょ。関わりたいと思って車を入ってきました。あれですか、これからいろいろ回ったり広げていこうっていうのですか。そうですね、実は思ってて劇場が神戸の方にあります。フルーツフラーパークって道の駅の中にあるんですけど、そこから出てきていろんなところにやっぱり行きたいなっていうのはあります。ちょっと今日はあれやります。甘えん坊すぎます。でも可愛いじゃないですか。子供みたいですよ。ありがとうございます。またどこかで必ずお会いしましょう。コメちゃん、はい、ありがとう。